では続いてのコーナーに行きましょう。続いてはウィズラジオライター。さあ、この歌はバファローズの歌り子のミワちゃんが歌を歌います。お願いします。はい、今日は何ですか。今日は野球場へ行こうを歌わせていただきます。日本シリーズでこの野球場へ行こうってめちゃくちゃあるいい曲ですよね。いい曲ですね。じゃあ皆さん、聴いてください。田畑美和で野球場へ行こう。だから僕たちみんな野球場に吉野部さんとタイガーさん、村上さんというね、セ・パ
両リーグ最優秀防御率のピッチャーが投げ合うわけですから、はい、本当にいいピッチング同士のいい試合になるんじゃないかなというふうに個人的に思っておりますので、その試合楽しみなんですが、まあ、できたら明日まで行っていただいて、もう一回ビーズラジオしたいなというふうに個人的に思っておりますので、皆さん本当にね、この2023年のプロ野球も残すところ、順当にいけばあと2日。そうですね、あと2日。この2日を本当に楽しんで応援して、悔いなく応援して、来年につながっていただきたいなというふうに思いますので、皆さんどうぞ今日も熱い応援をよろしくお願いいたします。さあ、それではこのビーズラジオ、お時間等がやってまいりました。お相手はボイスのゲーターの川辺裕介とメタリコの小畑美和でした。はい、また試合中にお会いしましょう。さようなら。